こんにちは、よもぎやの中野です。今日は、体育の基礎を学ぶから実技の、宿地継ぎ手の方をやっていきたいと思います。で、今日やるのは宿地ですね。宿地のこう T とか L でつなぐものの中から、腰掛けという一番簡単なもの、基本的な形ですね、基本形のものをやりたいと思います。で、腰掛けっていうのはこういうもの、この蟻とかも何もついてない、ここが15ミリだけ、材料にドンって乗っかるよというものになります。ここにさっきのものがドンって乗っかってくるというものになります。で、これって何もあれも何もついてないので抜けに対しては弱いので、ボルトで補強するような形になります。実際に組むとこういうような形になります。で、この15ミリ乗っかっててボルトで補強しているという感じです。で、これ自体は今の住宅の現場でもすごく使われています。その躯体の部分ではなくて床の下地ですとか、まあ、屋根の下地とかそういったものとして、こういうふうに、まあ、5部15ミリ書き取りをしてはめ込んでいくというような腰掛けっていうのはすごく対応されています。で、すごい簡単ですし、まあ、一番基本的な形になります。で、例えばウッドデッキだけであれば DIY でやられるのであればこの腰掛けだけでもいいんじゃないかなというふうに思います。なのでぜひトライしていただければと思います。はい、ということで、墨付けから、やっていきたいと思います。では墨付けの方からしていきます。まずセンターの墨を書きます。はい、でそこから、52.5 あ、センターの墨に、差し金の 52.5 を合わせて 52.5 と 105 をつけます。はい、でこれから、15ミリ中に入るという感じなのでこういうふうに差し金1枚ですね、15ミリ入れます。で、ここ取るよと。で、90度回してここの隅を、こっち側に引っ張ります。で、上から50、上から50で、線を結びます。で、ここを取りますと。ネギの墨付けは、以上になります。では荻もまずセンターを書きます。で、これが材料の芯、通りの芯ですね、芯だとします。で、そこから芯から 52.5、このセンターから 52.5 を敷いたのが、面になると。で、ここから15ミリ、これですね、この今引いたところにから差し金1枚分中に入れますと。これが乗っかります。で、90度回して今の上の方の隅ですねをここまでと、奥の方をここまで、で上から50、上から50でそれを結びます。で、これは高さの基準の隅ですね。90度回します。あ、180ですね。回して、ここですね、この前の隅が上から半分よりちょっといった長さで、奥のこっち側ですね、こっち側が下から半分よりちょっと中、こっちまで来た方で、上から50、上から50で結びますと。はい、で、ここ取りますよと、ここも取りますよと。はい、これで、腰掛けの墨付けはできました。これがここにこう乗っかっていきますよと。はい、という形になっています。で、さらに、ボルトを入れたいと思います。こういう羽子板ボルトというもので、これで、これありも何もついてないので、あの引っ張る力がないんですね。なのでこういうボルトで、補強します。で、まずボルト必ず
座金というものを使ってください。これが丸いタイプと、四角いタイプがあります。で、このバネですね、ここにバネがついているものがあるんですが、でこれがついているものとついてないものがあります。まあ、バネついている方がナットが緩みにくいので、まあ、バネ付きある方を選ぶ方がいいかなと思います。でこれなしで、座がてなしでただこれだけでこうブリブリって締めると、このナットが木にめちゃくちゃめり込んでくるんですよ。なので座金は絶対必要です。両方ですね、こっち側とこっち側で両方必要になります。まあ、こういう感じですか、こういう感じですね。はい、でじゃあボルトの締め付けをします。このタイプの座金はこの面からここの芯が25ミリになってます。でこれも分かんなくなったらこういう風に当てて、面からこのボルトの芯が何センチのところにあるのかっていうのをこれで測って、やれば分かります。この面からこの芯が25ミリでした。なので、これが材料の面ですねになるので、これから25ミリいった場所に、ボルトが取りますと。で、ボルトの場所は、まあ材料の半分でもいいんですが、僕は50で統一しています。50と。上から50で、ここにボルトの穴を開けます。で今回はザボリといって、これを、外壁側とかだとこれが出っ張っていると邪魔なんですね。なのでこれを掘り下げるということをするんですが、今回はザボリなしのパターン、これ出っ張ってもいいよというパターンでやりたいと思います。はい、で、今度メギの方はこれでいいんですが、今度オギの方ですね。オギの方は、場所がどこか深さが分かんないんですね。これがどの場所に来るのかが分からないということで、これも現物使って確認するのが一番早いです。ナットはこういうふうに、ボルトのこのギリギリじゃダメなんですね。こういうふうにギリギリじゃダメなので、 2,3 山入れたところが、閉じた状態というふうにします。なのでこの状態をまず作ります。オギの方のここですね、この隅、これが材料のここ、メギのここの面になるので、ここに、差し金の105を当てます。そして、ボルトをこうなりますよと。でこの場所ですね、この穴の場所、ここの穴に、ボルトをこれですね、こういうふうにボルトを入れると。でここに印をセンターですねのところをつけて、でここが、ボルトの場所になります。はい、で、これもボルトは、深さ50ですねに統一しているので50と。こっちもボルトを、朝上から50の場所ですねに丸をつけます。でこれで、羽子板ボルトの隅もつけました。今この面から130にしてあります。ここからこれが130ですよという感じになってます。で、ザボリをすると当然これが内側にこういうふうに入ってくるんですね。なので場所は変わってきます。でそれはまた次のありかけの時とかに、ザボリ付きのやつをやろうと思うので、その時にまた説明したいと思います。はい、まずはこれで積み付けは終わりです。